皆さんこんにちは、ビレジェンドのダンです。そして本日も来ていただきました JBBF メンズフィジーク日本チャンピオンの伊吹力です。お願いします。お願いします。ということで肩トレ指導、今回はリアミドルを行っていきたいと思います。はい、早速じゃあこの指導をしていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、肩を丸くさせるには最近ね注目の真ん中とリアの間、リアミドルっていう部分を鍛える人が一旦このこうやって肩の丸さ見せてもらっていいですか。これですか。丸いな。丸くするためにやっぱりリアミドルっていうこのね間のポジションを狙うのがとても重要になってくるので、はいはい、今回はこの5キロのプレートだけたったこれだけで、はい、リアミドルを狙っていきたいと思います。でフォームさえ覚えてしまえば誰でも簡単に鍛えれますので、ぜひちょっとね自分の合うポジションというか、はい、を探りながら皆さんも挑戦してほしいなと思うのでぜひやってみてください。でフォームなんですけども、サイドレイズの時に言わせていただいた鍛えたい部分の方が天井の方を向けば鍛わると言ったんですけど、フロントの時はフロントが天井を向く、でリアの時はリアが天井を向く、なのでそれと同じ原理でサイドレイズの時は肩の真ん中が天井の方を向くので、ここのお皿がまっすぐになるように少し前傾になると言ったんですけど、今度このリアミドルを天井の部分に向けたいんで、今度逆に足は同じですね、肩幅ちょい狭めでまっすぐですね、同じように、で今度は少し骨盤を突き出すっていうんですかね、突き出してもらって、で腹筋に力を入れて上体だけ猫背みたいな状態ですねにしてもらって、プレートを後ろで持ってもらう、でこの状態のままサイドレーズのような形で動かしてあげる、グッグッ、このポジションでやるとちょっと分かりにくいんですけど、リアミドルがちょうど天井の方を向く形になるんですね。普通のポジションよりも後ろでやることによって肩が言ったらこういう向きで回旋するんで、リアミドルが天井の方を向くっていう形ですね。でこの状態で動かしてあげる、これが意外ときついんで、プレートは普通にこの穴に指で引っ掛けて持ってもらったらいいんで、この状態で正面から見るとこういう感じですね。でこの時に同時に上げ切った時に僧帽筋の力を抜くために首を傾けてもらうと僧帽筋の力が抜けやすいんで、逆に下げ切った時に今度肩をストレッチさせたいんで、逆にまた横向いてもらう、首を動かすとさらにストレッチと収縮がかけやすいんで、よりあいたさっき僕あのプレートなしでこの動きやったんですけど、これだけね収縮する感覚わかりますもんね。 それだけでもきついんで、どこに入ってないのって変な感じなんですけど、これがしっかりリアミドルに入ってるフォームなんで、ぜひちょっと試しでやってみます。いやでもちょっと5キロ重たいかもしれない。これ多分今エアでやって思ったんですけど重い重量で無理やりやろうと思ったらインピンジメントを起こす可能性も全然ある動きですよね。はい、そうですね、回旋っていう動作がやっぱ加わってくるんで、肩痛めないように軽いところからですね。これってダンベルでも最悪いいんですか。あ、ダンベルでももちろんできますね、はいはいはい、ただ動かしにくい小さいダンベルだったら全然多分2キロ3キロぐらいだったらできるんで、ただ僕は5キロ以上でやるから。なるほど、はい、やったらプレートの方が5キロ以下の人はダンベルでやってみてくださいって感じですね、はい、で骨盤を、はい、してこういって猫背、腹筋に力入れる、そうです、で回旋させてこの状態で、この時に猫背ですけど胸、こっちの胸はちょっと張ってるイメージですか。肩こうグッと入れて、そうですね、グッと後ろに下げてるんで。なるほど、だこっちは前やのにこっちは後ろっていう複雑な感覚なんですね。でこの状態で、そうです、こうまず上げる、これも肘から上げる感じですか。そうです、これも肘から上げる感じです、はい、こう多分肘からしか上がらないこの体勢。痛いですもん。そうそうそう、要はあそこまで上がりましたね。ここで止まりますよ。 そこをしっかりこう首をかしげて、あー、いった、収縮率とストレッチ率を上げてあげる。あー、いった、あ、これがあの力さんの痛いっていう効きですね。そうそうそう、あー、いった、そうそう、しかもなんていうか、このリアミドルしか使えないような状況なんで上がらない、サイド意外と
使ってないですね。使ってないから ここだけが痛いです。5キロはすごい重く感じる。重いです。あら、ってください。これ多分パンプする前とパンプした後見ても分かるぐらいパンプしそうな感覚があるんですけど、今パンパンになるんで、パンプしてない僕のまず肩が、そう、そう見せると多分ここね、このリアこの感じですね。今僕こんな感じです。これが、あ、痛いな。そう、こっち前に出して、もう出して、猫背でこっちは胸張って、このまま。そう。あ、そうそうそう。こっち下手やん。僕、右下手なんですよ。こっち下手やん。あ、でも、入ってきました。そうそうそう。あ、そう、可動域をしっかり。右下手ですね。右下手。左の方が感覚ありました。左右差はもちろんみんなあるんで、ああ、何レップいきましょう。あと5回、2、3、4、ラスト5。ああ、OK、すごい。どうなってるかがあんま分かんないですけどパンパンでしょう。お、ここちょん、ここですよね。僕体小さいんで、あの、力さんほどメインバックもないですが張ってます。やっぱ癖強いですね。癖強いポイントで狙わないと、はい、そういう狙いたい部位も狙いにくい。でも確かにそうですね。オーソドックスな肩トレってあんまそのリアミドルにアプローチするようなものもなければ、割とその天井を向けるっていう考えとかもあんまりないですもんね。そうですね。なかなかやっぱ気づかない点というか、はい、リアするにしても地面から引くよりもリアペクトラルマシンでやったりとか、リアデルトしたりとか、ケーブルでやったりとかで、割と天井に向くというよりか背面に向いてるじゃないですか、動きが、はいはい、確かに。それよりもしっかりと天井に向けてやる方が効率よく入るなっていう感覚はリアやってても思ったのと、リアミドルもこの回線のこの動きですね、ここで狙おうとしておいた方がエアでも効いてる感覚あるんで、そうそうそう、天井に向けるっていうのがやっぱ一番簡単なやり方なのかなと思って、はいはいはい、皆さんぜひ狙いたい部位を天井に向けてください。はい、肩トレはこのトレーニングが良かったなっていう方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。チカラさんのチャンネルでもトレーニングの解説なども行っていたり、こちらワイズフィットネスでパーソナルも行っているので、気になる方はインスタグラムでの DM でパーソナルの依頼をしてもらったらなというふうに思います。ビレジョのお得な情報なども公式 LINE に掲載しておりますので、概要欄からぜひチェックしてみてください。肩トレじゃないトレーニングもどこかで紹介してもらえたらなというふうに思いますので、はい、その時はまたコラボよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ではまた次回のコラボを期待してお待ちしていましょう。さようなら。